今日のコメント、はるかつさんは男が好きってことが判明しました。グルーシャ君の件ですね。そう言われても仕方ない。くどうもはるかつです。皆さんポケモンは好きですか？僕は大好きです。てかスー君、グルーシャさん男だって気づいた？うん、もちろん。なんて言わないのさ。え、面白そうだったから。おい意地悪。そこで今回はスカーレット・バイオレットの登場人物の正体について考察していきたいと思います。では関係ないけど、ワンピースフィルムレッド、やっぱり面白かったな。みんなもぜひ見に行ってくださいね。というわけで、よかったら最後まで聞いててください。スカーレット・バイオレットの登場人物の正体について徹底考察してみた。先日ポケモンプレゼンツで発表された PV の中で、スカーレット・バイオレットに登場するキャラクターたちが何人が登場していたんですが、その中で何人か怪しい人物がいたので、今回はその人物の正体について徹底考察していこうと思います。まずはネモ。公式の説明では、このキャラは主人公のお友達の風に書かれていました。自分はこのキャラクターは主人公ライバル枠になると思います。今までの主人公のライバルって友達って感じではなかったキャラも多かったですよね。しかしネモは主人公とギクシャクするタイプではなく、一緒に強くなるみたいな、イメージ的にはホップみたいな感じになるんでしょうか。次は校長先生。 PV で生徒たちの前で話していた人物です。校長先生の腰にプレミアボールを3つ持っていますよね。ボールを持っているということは、間違いなくこの人物とバトルする展開は来るんじゃないかと思いました。そして校長先生の周りに4人いたので、この人たちがもしかしたら四天王で、この校長先生がチャンピオン的立ち位置なのかもしれないと思いました。あくまで今回は学校に通う形なので、元来の四天王チャンピオンの形とは違う可能性もありますよね。そして次は学校の先輩ペパ。この男、個人的にかなり怪しいと思っていて、その理由としてはこのリュックです。このリュック、レジェンズアルセンスに登場したシロナの先祖ウォロが背負っていたものにそっくりだとは思いませんか？みんなも知っての通り、ウォロはレジェンズアルセンスのラスボスでした。偶然かもしれませんが、リュックがここまで似てると考えさせられますよね。もしかしたらこのペパー先輩悪者かもしれません。でも公式サイトにはバトルが苦手と記載されているので、どうなんでしょうか。謎の人物ですね。そして人見知りの同級生ボタン。このキャラクターの公式説明で、とある理由で学校にあまり来ていないんだとか、モフモフのイーブイのバッグがお気に入りのようですと書かれています。おそらくほぼ 100% イーブイを使ってくるトレーナーだとは思うんですが、このタイミングでイーブイ使いのキャラが出てくるとなると、テラスタルイーブイ以外にもう一つ何かあるのではないかと思えてきませんか。そう、それは今噂になっているイーブイの新しい進化先です。最初はイーブイですが、物語が進むにつれ新しいイーブイの進化先が登場するかもしれません。皆さんはスカーレット・バイオレットの登場人物を見て何か感じたことありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ではこんな感じで、スカーレット・バイオレットの登場人物の正体について徹底考察してみたでした。ちょっとの心をしたチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。